はい。それでは始めていきたいと思います。行政書士の黒沢です。皆さん、こんにちは。えー、この行政書士プラクティスということで、えー、ちょっと今日はこんな話をしてみたいなというふうに思います。 まあ現場で行政法をこんな感じで使ってますなんていうことなんですけどもまあ若干ねあの一応これタイトルでまあ何々くって思いっきり入れると検索かかっていろいろやばいかななんて思ってですねここでは濁してますけれどもあのもう収録中はもうガンガン行っていこうかななんていうふうに思っているんですけども何の話をしようかっていうことなんですけど実際ね現場でこうやって行政法を使ってますよと で皆さんが今勉強されている行政法なんですけれどもこれがですねあの実務上だとどうなのかっていうのをリアルに体験していただくとそうするとあの何、ー、て言うか勉強に対してもね「あよし今までやってきてよかった」とかですね「えー、面白いな」なんていうふうに感じていただけるといいななんて思って、えー、少しお話をしたいと思います。まあ、実際これはですねあの今週あった話で,で若干私がイライラしているというですね、まあ、そんな案件ではあるんですけれどもあの 宿泊業の許認可申請というのがあ,あ,ありまして、まあ、宿泊系はですねこれ旅館業法という法律とあとはまあ国家戦略特区で特区民泊なんていうのがあったりとかするので、まあ、戦略特区、まあ、東京だと大田区さんしかあの基本的に名乗りを上げていませんから、まあ、大阪とかね、えー、そういったところではあの、まあ、特区民泊っていうのが非常に主流だったりとかしますけれども旅館業法の許認可 あ,あるいはですね住宅宿泊事業の届け出なんていうのがあったりとかします。で今日話題に出したいのは、えーザえー、中央区です、えー、中央区はですね、まあ、あご存知、えー、銀座なんかがありますよね。で中央区ってねやっぱブランド意識高いんですよブランド意識高いんですね。でこれ本当宿泊料関係に関しては。 ちょっとねやっぱりね問題があるかななんていうふうに思うものが多々あ実際あります。条例とかもちょっとおかしいんじゃないとかあるいはもう区の要領とかがんちょっとこれ。 な,なんとか法の趣旨ねじ曲げちゃってるよねなんてものが結構散見されるんですね。で私も基本的には役所の方とうまくこう行政協力なんかもしながらやっていく立場ですから基本的になんか文句じ見たこととかですねいちゃもんつけるっていうことは基本的にはしないんですけれどもただ皆さんにもちょっと感じてほしいこれは勉強の素材としてですよ。勉強の素材としてうんこんな場合はじゃあプロとしてはね おかしいだろうって文句言うだけだったらそれは素人でもできるわけですからプロとしてはじゃあどういう交渉をすべきかななんていうのを考えていただきたいななんていうふうに思ってご紹介しようかなというふうに思っておりますそうだなこれ <laughs> 見せましょうかあのまずね宿泊料の許可とかってまあ皆さんホテルとかイメージしていただくといいと思うんですけどホテルとかってフロントあるじゃないですか。 ね、でこのフロントがあってフロントにあのフロントの、ね、受付のスタッフとかがいてで宿泊名簿書いてなんていうことでやられると思うんですけれども今って実は小規模な施設とかだとフロントを置いてでそれして必ず人を常駐させなきゃいけないっていうとそうするとやっぱり人件費って、ね、ものすごいやっぱり経費ですからなかなか厳しいななんていうことで小規模施設なんかについては今はあの無人のチェックインとかね えー、本人確認とかに関してはタブレットでやりますとかあとはそういう宿泊名簿についてもタブレットで、ね、記,載記入してもらってでそしてあのカード決済しますとかですね、まあ、そういうことが一応できるようになってるんですよ。で去年法改正で旅館療法もそうやってあのフロント設備に変わるような設備で、まあ、ICT 設備なんていう言い方をしたりとかするんですけどもそういうのが活用できるようになんていう法改正あったんですね。でただ 結構、あのー、これもね法律がこうやって変わったのに、えー、現場の保健所サイドが変わらないのはおかしい、まあ、確かに ICT 設備を認めないところって結構いっぱいあるんですよ必ず常駐してくださいとかっていうのが条例でで引かかれててたりととすすることってあるこっあんですね法律と条例の関係ってどうだったかななんていうのを思い出してみていただいてもいいですしでもうーんどうなんだろうそそもそも この旅館業の,その許可とかあそういったものっていうのは国のの権限でやるももななんんだだろうかこんなこととを考えてみていただいてみいいと思いいいた思ます地方自治法で皆さん勉強されると思うんですが法定受託事務とかですね自治事務っていう考え方ありましたよね。あれね実,これもう実務になった瞬間みんな大体忘れるんですよ法定受託事務って何みたいな感じになるんですけど。 私は必ず新しい業務をやるときってこれって法定住宅事務なのかな自治事務なのかなってそれによって全然あの考え方が変わってくるんで必ず確認するんですね地方自治法の別表にあの載ってますからちらっと見ていただいてもいいと思います別表にあの具体的にねこれが法定住宅事務なんですよなんていうのが載ってたりとかしますで実際にこの宿泊料系はね旅館業とかに関しては自治事務なんですよ要するに自治事務っていうことは 国の権限じゃなくて、結局自治体権限であ,、まあ扱っていくような仕事になっていくわけですよね。で、そういった時にあの国で確かに法令は引きますよ。旅館業法だと厚労省またですからまあ、厚労省で作りますよ。 で厚労省で作ってこういういにしましょうねって、まああのーまあ、実際には厚労省は割と保守的というかそういうあの革新的なことをなかなかやろうとしないのでなのであの内閣とかに置かれるね、まあ、具体的にはあの規制改革推進委員会とか、まあ、会議かなあからあそういった指示とかが降りてくるとああじゃあやっぱりねそういうこともやんなきゃいけないかななんていうモチベーション上がってねやったりすることがあるんですけれども。 あの実際に法令作りましたでも自治体の方でそれに従わない全然昔のまんまの条例を引いてたりとかするとでこういった時にじゃあ国は圧力をかけて変えさせるような権限ができるかっていうとやっぱね難しかったりとかするんですよ。あの これは皆さんねあの関与とかそういったところでまた見ていただくといいかもしれませんが技術的助言とかねそういう言い方しますけどでも指揮命令とかはできないですよね基本的にね。えー、ですからやっぱりうーん自治体には何も言えないなんていうことが結構多かったりとかするようなところでございます。でそんな中ですね結構これちょっと見てもらいたいななんて思ってちょっと写してみますけれどもこれはねあのー 中央区の保健所の審査基準なんですよ。で、この中央区の保健所のね、この審査基準なんですけど、審査基準で皆さん、行政手続法だと、行政手続法の5条かな、審査基準ってありますよね。で、あれは設定も義務だし、公表も義務だよ、なんていうことで勉強されると思うんですよ。で、この公表も義務なんですけれども、あの <laughs>、 このね審査基準ちょっと見たいから、あのー、郵送で送ってくれって言うと、まあ、郵送では対応しま,すじゃしませんとおーメールで送ってくれ、えー、メールもダメですと、えー、じゃあなんかネット上とかにあのホームページに公開してるんですからホームページにも公開しませんとお取りに来てくれたらあげますとおこういうこと言うんですよね。なんかうんあの処分基準とかだったらまだ分かりますけど審査基準って 許認可許可を出したりとかするための基準だから、それ見ないとこっちも申請あげようがないですよね。普通はね。そもそも私はその取りに来いっていう姿勢自体がまあ、非常にナンセンスだし、腹立たしいなって思うんですけど、まあ、取りに行ってきましたよ。 で実はあの中央区の保健所さんの案件というのはですね今いろんなところで実はトラブルになってますあの中央区の保健所のもう処分が明らかにおかしいということで、えー、訴訟を提起しているそれで今行政訴訟をね、えー、やっている方なんかもいらっしゃるぐらいなんですねで私もこれはちょっとどうかなと思うんですけどちょっとここ見てほしいんですけどえー 営業施設内に従業者を常駐させ事故発生時や緊急時に迅速に対応することができるようにしてくださいと。これはねあの法令ベースでも結構そういう話っていうのは出てきますしで条例でこうやって規定をされていること自体はまあまあそうだろうなっていう感じがします。常駐まあ義務なんですね常駐をしてくださいと。 さっき言ったように、まあ、ICT 設備での,そのお対応ができるようにっていうのもこれもできるできないって自治体判断になっちゃっていてで中央区はもう一切認めないんですねもう人がいてくださいとおこういうことになってますでただね、まあ、これは条例で中央区の区議会で決めたわけだからそれはあの区の人間が選挙を通じて選んだ議員さんたちが決めたま、ね、っとうなルールだから、まあ、それ自体はいいですよ それ自体はいいですよねでただ、ここの下に書いてあるこっちが問題なんですね。えー、従業者の常駐は、えー、宿泊者の安全や営業施設の適正な運営の確保が目的です。ふむふむと。えー、適切な対応が行える従業者を、ここね、玄関乗場っていうのはフロントなんですね。フロントに常駐をさせてくださいというふうに書いています。フロントに常駐をさせてくれと書いています。 で根拠何かって言ったらここは、えー、区の要領なんですよ。区の要領で書いてあるんですよ。あの区の要領って基本的には、まあ、行政指導レベルのものであったりとかで一応この保健所の担当の方はいやこの区の要領でこれは審査基準を定めているんだからこれは明確な許可基準ですと言われてました。 で私はね何を言ったかっていうといや営業施設内に常駐をさせというふうにしか法令には書いてない条例にはそうしか書いてないでしょとそうですよね。でこれはフロントに限定するものではなくてあの例えば 結構旅館とかって多いと思うんですけどフロントにずっと24時間いないじゃないですか夜中とかってそのバックオフィス的なところに下がっていてでそれでいいはずだしあの施設内常駐で私はいいと思うんですよね。でなんですけどフロントに限定をして限定解釈をしてるとしかも区の容量というですよ。 区の容量でうんーおかしいなとでしかも審査基準だって言うんですよ。いやじゃあそういう審査基準を区の要領で明確に、えー、作れるぞとそうやって限定解釈とかバンバンやっていいぞっていう委任が行われてるかというとそんな委任はないんですね条例見てもね。委任はないんですよ。であるいはこういう時他に何を調べるかというとねあのー 我々そ,そこまで来たらじゃあ区議会でそういう話出たことあるのかななんていうことで議会の議事録とかもさかのぼってちょっとチェックしてみたりとかしたんですよ。でまあ一応去年の分とか全部バーって見てねでそしたらそんな話一個も出てこない、うん。議会で一個もそんな話出てきてないのに勝手に区でねそんなフロントに常駐に限定しちゃってでそれで。 さも当然のよようにででですすすねねねそれれが許可基準だと言いいい張るんです、ね、いやーこれはおかしいですよ、ね、じゃあこんな時に何があまあ我々としては対処ができるんだろうかっていうことですけれども、まあ、いわゆるこれ行政指導されてるわけですよねあの24時間フロントに常駐させてくださいそうじゃないと許可出しませんよなんていうことを言うわけですよね。 まあ、違法な行政指導を繰り返してでそして許認可を出さないということはあってはならないということで行政手続法でも勉強すると思いますし、えー、あるいは判例なんかでも皆さん勉強されると思います。で、えー、ですねそんんなななことを思い出しながら中央区はじゃあどううだろうか、ね、でも でもね、これ、行政手続き法上、こうですよとか、判例はこうですよと、おかしいですよと、まあ、私も資料をつけて、また交渉しに行こうと思っているんですけれども、多分ね、かくなりにね、ここはもう、引くに引けないというか、いろんな事業者から多分、指摘入ってると思いますから、もう、引くに引けなくなって、いや、かくなりにこれは許可基準です多分言い張ると思うんですよね。訴訟で負けない限りはですね、多分そうやって、無茶を言い張ると。でも、それってやっぱりね、 あの行政サービスっていうのは公共サービスですからしかもやっぱり法律のもとにないといけませんからねうんどうかなという考えを改めてほしいななんていうふうにも思います。 あるいはまあその保健所のね職員の方たちもどうしてもこれはこういうふうにしてくれという何かしらの圧力がかかっていてやっているということであればまあ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 ,まあ,まあ彼らもですねまあいわゆるまあうんそうやって組織の中で動いてるわけですから勝手な判断が出せないということかも分かりませんけれども適正手続きというのはいかなるものかというのを今一度ちょっと考え直していただくといいんじゃないかななんていうふうにも思ったりとかします。 はいといいととうことでございましてさあ今日今話してる中でも地方自治法のね法定受託事務の話だったりとか自治事務の話が出てきたりとかあるいは政令省令条例あるいはこの区の要領こんなものが具体的に出てきたりだとか。 あるいはそうやって法的拘束力があるかないか審査基準というのは一体どんな性質なものだったろうか行政立法なんかでも勉強しますよねそんなことを思い出しながらこれ案件ができるといいですねあのおこれ行政法のやっぱり基礎がないとですね結構役所から言われた書類見てもですねどれが法的拘束力があってどれが法的拘束力がないのかこういうことがわからない方が非常にこう修行の方でも実は多いんですねぜひ今やってる勉強は 確実にその実務で使えますよ実務でいきますよ。その意気込みというかそのつもりで、えー、よりもっとねあのもうよ予備校の講師もですね、えー、ある程度のところでもういいですよともうこの辺まで、ね、暗記しておきましょう、まあ、確かにわかるんだけれどもただねこう受験生としても,もう意識をこう結構高めに持っててねもっと細かくよ読み込んでやろうみたいな。 そんな姿勢で、ぜひあの250点ぐらい取ってですね、受かっていただきたいななんていうふうに、えー、思っております。まあ、もちろんね、180でね、合格して、その後、どんどん勉強していくっていうことでいいと思いますけれども、えー、そんなふうにしていただきたいななんていうふうに思っております。えー、12月にですね、あの東京の方で、えー、レックさんの、これは新宿エルダー本校かと思いますけれども、えー、そこでも私、ちょっと講演会を予定しておりますので、まあ、試験。 えー、ぜひ、えー、無事ね、えー、済ませていただいてでそしてあ合格できてるかどうかななんていう状態であの講演会とかももしよろしければね、えー、来ていただけると嬉しいななんていうふうに思っておりますじゃ、えー、試験までのね残りわずかな時間貴重な時間あぜひ、えー、うまく使って、えー、合格を勝ち取っていただきたいななんていうふうに思っておりますじゃ以上です、えー、お疲れ様でした